GSX250SS カタナは、鈴木が製造を販売していたロードスポーツタイプのオートバイ。GSX250S カタナは、1991年に発売された。1980年代前半に多数存在したカタナのサブネームを持つネイキッドモデルとは異なり、GSX1100S のデザインコンセプトを忠実に再現した。 刀スタイルの外観を持つモデルである。同様のコンセプトとして 400cc クラスの GSX400S 刀が翌年1992年に発売され、シリーズ車種として 1100cc クラス 400cc クラス 250cc クラスにて展開された。1990年代を通じてラインナップされ、1999年を最後に販売を終了した。 本車種のモデルコードは厳密には GSX250SS であるがメーカー公式の表記も含め GSX250S と記載される場合がある。なお、モデルコード GSX250S に相当する車種は鈴木コブラである。鈴木モーターコーポレーションオールカタログ4サイクルマルチ GSX250S タナエビー鈴木モーターコーポレーション オールカタログ4サイクルマルチ、ありがとうございます。